はいどうもこんにちはクレイです。ということで今回はワールドスター追加ガチャ会やっていきたいと思います。はい、というわけでございまして、昨日の更新でついに登場になりましたこちらのね筒香選手と、山口俊投手、こちらの2選手なんですけれども、まずワールドスターに関しては昨日ねもう早速1本動画出してるので、まだ見てないよって方で先にね昨日の動画から見ていただいて、この動画戻ってきていただけると嬉しいなと思います。でもネタバレをね早速してしまいますと、昨日の動画では筒香選手をね30連目と60連目で2枚引きという、まあめちゃめちゃ極端すぎるガチャ結果になったんですが、まあその結果を受けて今回はですねこちらワールドスタードラフトスカウトの方で、もう一人の山口俊投手ですね、こちらを引けるまで、ガチャの方をねやっていこうかなと思います。ワールドスタードラフトスカウトに関しては前回平野選手と、打者の大谷選手が来た時は引いてなかったかなと思うんですが、第一弾で田中選手菊池選手が来た時にはね、結局ほぼ空っぽぐらいまでね、ガチャ回す結果になったので、まあ若干やっぱその沼の怖さっていうところはもちろんあるんですが、今回何連かかるかっていうところ、山口俊投手の獲得を目指してねやっていこうかなと思います。ということで、まあ、ちょっと冒頭、前置きはこの辺にして、もう早速ねガチャの方、回す数も多いと思うんでやっていきたいと思います。いきましょう。さあ、ということでございまして、やっていきましょう。一応今回右上見ていただいたら分かると思うんですが、5000エナジー用意してきました。一応上限数的にはこのガチャは400連かな、ありますので、400連すれば、まあ絶対にね、ワールドスターの選手が両取りできるっていうガチャにはなってるんですけども、まあなんとか5000エナジーの間には獲得したいっすね。うん、ということでいきましょう。さあ、まずは1回目。で、一応自チームは巨人に、してあります。これ別に関係はないんですが、まあ一応演出を楽しめるという点で、自チームの確定演出が、まあ、昨日もね炸裂してくれて30連で結局、筒香選手が出るっていう結果になったので、まあ、今回それを目指してやっていこうかなと思っております。さあ10連目早速一発目、いやー来ないか。まあ、とりあえずまず 2.5 パースね、 S ランクをできる限り多く引いていきたい。梅野選手のランク嬉しい。で、まあ、どっこい山口選手に関してはとりあえず A ランクも欲しいですね。称号用の A ランクっていうところもあんまり持ってないと思うので、できる限り引いていきたいなと思っております。で、マスター選手のランクですね。 OK。 さあ22連目いきましょう。で、基本的に山口選手に関しては、獲得できたら起用法的にはまあリーグ用かなになる予定ではあります。まあ抑えがね今回適正的についたっていうところが非常に大きくて、あー20連目も出ないか。あのセレクションの菅野選手をね一応持ってるので、抑えの適正、そこで菅野選手を今抑えで使ってはいるんですが、後々まあその菅野選手の能力を考えたらね、やっぱり先発で使いたかったりとか、まあ、あとはコンボのバランス上デフォルトから9スタミナの同値で、山口選手が出てるので、そこがめちゃくちゃ大きいんですよね。ってことで33連目いきたいと思います。さあ頼む、そろそろ S ランク出てもいいっしょ。まず幸先よく1回目の S ランク、もう一発でいい。全然もう今回そんなにじらさなくていいので、できればもう1回でも早く終わりたいところでございます。さあ今年はここまでワールドスターコンプリートで来ておりますので、おーいマジか。ちょっとなんとかね、そこは維持していきたいというか、ここまで4人取れている中で、筒香選手今回引けたので、山口選手もなんとか獲得を目指していきたいと思っております。ドン。さああっという間に1000エナジーがなくなろうとしております。いやちょっとさすがにまず1回目の S ランク出そう。そこまではちょっとしっかり演出見ていきたい。頼むお願い。ちょっと途中でいろいろね裏話、昨日の、ミルダム公式番組の、昨日じゃないか一昨日か、一昨日のミルダムの公式番組の裏話なんかもねちょっとしたいなとは思っているんですが、その前にもうそれすらさせてくれないぐらい早い展開出てくれてもいいよ。さあ調子くんが飛ぶけどにっこりしない。おー筒香さんの絵、昨日からちょっと筒香さん、おーおーびっくりした。梅津選手の S ランクが出す、なんか結構最近梅津選手の S ランクよく引くような気がするな。おやっと出た山口選手の A ランク。そうさっき筒香選手の A が出た時に言おうと思ったんですが、 A すら山口選手の、排出が全然なかったので、本当にずっと筒香さんばっか出てたんですけど、やっとここで出ましたね。 OKOK で S ランクはまあ残念ながらここは外しましたって感じでしたね。まあ、OK です。ってことで、それぞれちょっと A ランクとかは減っていきましたね。さあ、50連目。もう1000円がなくなりました。まあ、とりあえず40連で1枚ぐらいの S ランクの確率というところは維持していますが、まあ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 、確率上は悪くはない。だこっからよ。早い段階で S ランク、まず 2.5% を引いて、そっからの1位を引く。お願いします。ボブ、にっこり、にっこり。おー来た、よしよしよし、姉ちゃん、おー、おいよ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 、流れある流れある流れある。もう終わろ、もう終わっていい、全然終わっていい。動画の尺とか考えなくていい。おー、ちょっと待って。ワールドスターの A ランクの運はいいよ。こっからね、S ランクは大丈夫。S ランク大事、マジで。5枚目！いやー、引けない。しかもシリーズ1。うん、
まあ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 、そんな簡単には終わらせてくれないか。いやー、ちょっとテンション上がりましたけどね。ちょっと A ランクの感じは悪くないんだけど、 S ランクはちょっとここまで渋いっすね。ってことで、3位の A ランクが2枚減りましたね。で、S ランク選手が1枚減ったって感じです。いやー、ちょっとなんかでもこの展開逆に怖いっすね。 S ランク出てはいるけど通常で、で A ランクはかなりワールドスターが出るという。おー、3連チャン、 S ランク3連チャン来た。熱い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 。もうここで決めよう。本当はちょっといろいろ喋りたい話もあるけど、演出が喋らせてくれない。もう演出が喋らせる気ないわ。さあ頼む、ここで出そう、お願い。上司くんがにっこり、ノーマルにっこり。まあ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 、ちょっとね、幸子を出したいところでありますけど、まあまあまあ、どこで来る、最後かな。おっ、おー、ジラス、ヒギンス、キュー、ジラス、ドスコ、オッケー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 。 A ランクのドスコイ率上がってきた。この流れでドスコイの S ランク、はい。おー、ジラスラストっすね。11枚目いきたいと思います。これ何連目だ、ちょっと分かんなくなっちゃったけど、100連以内に終わったらマジで大勝利でしょ。いきます、お願いします。ガイ、いやーマジかそっちが来たかー、マジ。いや、今ドスコイ来る流れだったやん。ドスコイ来る流れあったっしょ。あー、筒香さんへの愛が深すぎる。これで筒香さん3枚目です。あざす。いや、確かにね、筒香さん欲しかったんですよ僕。本当に筒香さん欲しかったんだけど、さすがにこんなに筒香さんばっかり来ると思わなかったな。いや、でもなんかこうなると逆にもうちょっと気が早いですけど、来年の人がすごい怖くなってきますね。まあいいや、さあドスコイ行こう。で、ちょっとミルダムの公式の番組の裏話でもしようかなと思うんですけど、この間のね、2日前かな、の生放送ご視聴いただきありがとうございました。結構また、かなりミルダムの配信の中でも盛り上がっていたみたいで、まあ、今回はね、そのゲストに、まあ、井端さんですね、井端選手が、初めてこの番組に出てくださって、で僕と VIP さんと、まあ、佐々木さんでね、2時間ぐらい番組をお届けするっていう内容だったんですけど、いやー、もう本当にね、たくさんもう面白い話がありすぎて、ちょっと何の話をしたかもうすごいめちゃめちゃ覚えてる。全部が全部覚えられないぐらい、もう本当に濃すぎる2時間だったんで、まあ、一応ちょっとね、リアルタイムで配信見えなかったよって方もアーカイブが、残ってると思いますので、よかったら見てみてください。まあその中でもちょっと一番面白かったのは大野さんの LINE 事件かな。うん、FA の大野さん、 FA を取得した大野さんが、まあその井端さんに対して巨人の LINE スタンプを送るっていうねまあそんな事件があったみたいなんですけど、まあそんな話も、まあ本当に面白い話がたくさん出てるんで、よかったら見てみてください。さあということで、ポンポンときましたが、もう2000エナジー使いましたね。80連終わったのか。さあ頼む、あ、じゃあこれ99連目かな。さあそろそろまた S ランクの流れ持っていきたい、お願いします。上司くんがぶっ飛んでにっこり笑顔を忘れないで。いやー来ない。今日のこの5000エナジー用意してきましたけど、もうだいぶ折り返しっすね。さあ頼む、そろそろまた S ランクを出して。ちなみに今の撮影時刻は11月14日3時8分でございます。今日この後ね、ハマスターでシーズン最終戦が行われるんですけれども、ちょっとあのね、地元の友達がチケットを用意してくれて、まあ、一緒に行こうということで、誘ってくれたんでちょっと見に行ってきたいと思うんですけど、それに行くために今深夜に、バリバリ深夜に撮影をしております。もう正直ちょっと目の覚めるような引きをしてくれ。お、金子選手の A ランク、金子選手の A ランク初めて当たりましたね。この写真なかなか珍しいね、ランナーの写真珍しい。残り100連、とりあえずエナジー的には残り100連になっちゃった。そろそろまた S ランク出てもいいんじゃないので、今まあハマスター最終戦って話をしましたけれども、今日から CS ですね、パリーグに関しては。ちょっとこの動画が上がってるのが何時になってるか分かりませんが、初戦楽しみですね、ロッテソフトバンク。いやー、でもなんか個人的にはちょっとまあソフトバンクの日本シリーズはね、ここ数年は続いているので、まあちょっとロッテにも頑張ってほしいなというか、クライマックスシリーズ言ったら今年セリーグはなくてパリーグだけしかないんで、せっかくねやるのであれば、まあ、面白いシリーズが見たいななんていうふうには思っているところであるんですけど、いやでもどうなんだろうな、石川選手の離脱だったりとかっていう部分とか、まあ、ちょっとコンディションのことを考えると、まあ、やっぱソフトバンク有利なのかなっていうところはありますけど、いやでもちょっとロッテも頑張ってほしいなと、一プロ野球ファンとして思っております。さあちょっと渋くなってきたよ、ガチャでクライマックスシリーズよりも熱い引きをしてよ。いやー出てくれー、お願いします。80連ぐらいかな残り、頼む。ちょっとマジで演出さっ、おー来たー、やっと来たー、おし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 、3連チャンからちょっと止まってましたが、ここでやっと来てくれた。ここで1位引きたいな。もうあと1位何枚だ、てか S ランクあと何枚あるんだ。もうだいぶ少なくなってきたでしょ。通常多分2枚引いて筒香さん1枚に、合計3枚かな。でこれで4枚目っすね。さあ引こう、頼む。
お願いします。どこで来るか。なんなら2枚引いてくれてもいいよ。7枚目。いやー引けん。若月さんの S、 なんでこっちシリーズ2が引けないかな。通常の S ランクもまだなかなかシリーズ2埋まらないですね。シリーズ1の被りがめちゃくちゃ多い。 OK っす。まあでももう S ランクも5枚か。だから6枚中の中の1枚。でも確率でいうところの 20% 近いですね。 S ランクが出たらもうほぼ 20% 近い。おお来た。レンチャン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 流れ星。熱い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 。もうこれで決めよう、これで決めよう。よし最高の S 完璧。あーここは来なかった。調子くん絶好調。流れ星からのここ青いって。青青青青青。よし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 。からの足青。あー足青じゃなかったか。これどうなんだ。流れ星からの絶好調からのレインボーからの調子くんはノーマルのにっこりと。いや2枚来ないかな。2枚、1枚でもいいけど。ドスコイを引いて。よーしゃオッケー引けたー。オッケーやっと引けた。おおおおおおおつごさんのやりいいね。よし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 。よーし、おお2枚。なるほど3枚。あ3枚来なかったってことで、ちょっとこれ何連目だったな。ちょっと改めて確認します。いやでもこれだいぶいい引きだったんじゃないかな今回は。1位を両方開けて残りが、246連かってことは、差し引きで、154連目。今のが154連目でしたね。だからまあ11で割ったら14回目か。14回目で、S ランクのワールドスターを両方引けたと。いやこれは全然良かったかな。まあちょっとエナジー的にはかなりかかりましたけれども、まあ言っても3500エナジーぐらいで、まあ今回は、両方獲得することに成功しましたと。いやこれねすごい難しいんですよね。まあその最初からもう前提としてこっちを両取りしたいからこっちを回すっていうのも選択肢として個人的には結構ありかなと思ってる部分であったんですけど、まあちょっと難しい。いや本当にここはもう結果論になっちゃうんでめちゃくちゃ難しいところで、まあこれはかなり課金できる人の向けのね話にはなっちゃうんですけど、まあ悩んでる方、まあこの先でもワールドスター同じシステムで多分出てくると思うので、まあガチャどうやって回すか迷ってる方の、まあちょっとある意味一つデータとして参考になっていれば幸いでございます。はい、ということでございまして、今回は、このワールドスタードラフトスカウトですね、1位を両方取れるまで、まあ最初はね、ドスカ山口選手を、取れるまで何連かかるかという企画だったんですが、まあ結果的には、両取り、3500エナジーで両取りというね、結果に落ち着きました。まあ結構ね、昨日のコメント欄でもワールドスター回すべきですかとかっていうコメントたくさんいただいてたんですけど、まあやっぱり前提として、まずこっちですね、今回僕はドラフト回しましたけど、最初に回したこっちのガチャを60連できる方が前提にはなるかなと思います。まあ30連だけでもね、回したいっていう方は、昨日の動画とかの僕の引きとかを見ると、まあ回したくなるなっていう方も多いかなと思うんですけど、まあ正直かなり確率としてはね、S ランク出てからの 30% っていうところになりますので、まあ正直厳しいです。なので、まあ60連1500エナジー分あるよって方で、まああとはもうどうしてもねワールドスターの選手が欲しいってなると一番ね獲得できるチャンスがここになるので、まあどこまでこの2選手が欲しいのかっていうところを考えた上で、ガチャ回していただけるといいのかなというふうには思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひお届ければ高評価、チャンネル登録、そして Twitter のフォロー等よろしくお願いいたします。まあ次回はそうだな、ワールドスター筒香選手育成が終わってれば使ってみる動画とか、まあ、また純正とかでね撮りたいなと思っておりますので、ぜひその動画等々も楽しみにしていただければと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。